ちゃっ、こんにちは。もうなんか顔が白くない？白くない。ちょっと待って、顔色悪いですか？ゆうさん焼けてます？焼けてんだよ、俺は。健康的ですね。いや、健康的に焼こうかなと思って。あ、いいですね。なかなか今コロナ禍なんで、こう走ったりとかね、うん、運動ってなかなかできなかったりする。でもね、そういう時に動いとかないと、ブク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 太る。そうなんですよ。ちょっと足音とかね。今日太ったか。私はそんな太ってないですよ。太ってない。足を動かしたりとか走ったり、走ったりしてます？歩くんだね。走れないような。走れないですか？走れない。走れない。足といえば、足といえば、いや、スペシャルな人間がたくさん入ってきたな。いや、結構多いですよね。いや、今年は また特に増えた。あ、まあさ、まあ増田とか、はい、あ、葉月とか、はい、高松、はい、若林、はい、熊谷、はい、こういう人たちはやっぱこうチームからこう走ってくれっていう風なことを言われてて、はい、まあその足を磨いてるじゃない、はい、でももっとスペシャルが入ってきたな。さらにですね。ああ、これ今近年の傾向なんですか？いや、まあ傾向もあるだろうけど、はい、俺がプロに入って足が速いって感じたのは屋敷なんだ。で、盗塁がうまいなっていう思ったのは松本さん、ジャイアンツの、はい、でも、うん、屋敷を超えるな。もっと早い。早い。いや、だから皆さん陸上やってたとか、そういう選手を取ってますよね。うん、それで、はい、トップ4人。お、え、さっき挙げた名前の方たちはこの4人より少し下がる。あ、ちょっと下がる。うん、俺は、はい、それよりもっと下がるぐらいなんだけど、はい、それだけスペシャルな人間が入ってきてるということ。まあ、いわゆるエリートですね、足の。まあ、エリートを超えてるな。超エリートだよ。超エリート。何人ぐらいいます？その超4人。4人。まあ、2人は分かるな。今までいるから。分かります。周東と和田選手。この2人は分かります。うん、並木と磯畑、はい、ヤクルトと日本ハム。この2人、なんかサニブラウンに勝ったとか、そう勝ったとか、勝った負けたとか言ってるレベルなんだよ。だから同じ土俵に上がれるぐらいのレベルの人間がプロ野球に入ってきてるということだよ、はい、すごいですね。まずね、はい、ちょっと特徴から言うと、はい、並木は爆発力があるわ。それ走りの爆発力ですか？ああ、スタートの、はい、バーンと出てくる爆発力、これが、はい、これがすごい、うんうんうん、でそれに伴ってのスライディングはもう当然スピードが乗ってるわけだから速いよね、はいはい、で磯畑、はい、これは並木ほどの爆発力はないけど走塁がうまい、うん、これもね、はい、内野ゴロでファーストアウトになったんだけど、はい、駆け抜けた瞬間にもうベース間走ってるから無駄だろうって思うんだけどその距離にその倍の距離走ってるそんな、いや だからスピードが乗ってるから止まんないんだよ。ああ、いや本当にすごい。俺だったらもう2歩ぐらいで止まっちゃうんだけどさそれも早い。いや、まあ、だから余力があるんだよ。まだ早いですね。で、まあ周東と和田、はい、この4人を比べた時に、うん、一番盗塁がうまいのは周東、はい、取るがうまい、うん、ただこれはやっぱ経験だよな、はい、だからなかなかこう足が速いって言っても盗塁ができない人がいたと思うけど、うん、だけど周東は足プラススタートのうまさがある、うん、まあそれと経験、はい、まあ、世界記録も作ったみたいにね、うん、経験がある。で次に和田、はい、これも経験だわ、うん、で和田は特徴的なのはサードランナーでゴロになった時のスタートが速い。それは和田選手がサードにいて、そうホームに帰ってくるゴロで、おお、これのスタートは一番和田がうまい。それはもうその見てってことですよね、打者のこの、うん、っていう、どのタイミングで走り出してるってこと。いや、だからもう当たった瞬間にバーンとスタート切れる。ああ、これはもういけるぞって思った時ですよね。そのもういけっていうサインが出てるよね。だからそれはもうすごいよ、はい、そこのスタートは、うん、で周東はやっぱ盗塁のスタートが、うん、で並木はまだ盗塁がなかなかできない。それはなんでだと。え、タイミングが
とかですか、マークされてるタイミングが。気持ちの問題。気持ちいい、刺されたらどうしよう。まあまあ確かにそうだよ、うん、だから結構弱気になるんだよ、うん、だからここ絶対走るために使ってるだろうと思うけど、はい、走れなかった時があるんだよね、はい、で盗塁で一番大事なのは勇気なんだよ、うん、一番はね、はい、気持ちの面で言えばその勇気がちょっとない時が、だからあれは一塁ランナーコーチがピストルかなんか持っとかない。ちょっと待って、ちょっと待って、もう脅しに入るぐらいの。違う、どうですか、動いた瞬間にパーンってやったらパーンといけるから、あいつそっちですか。いやいや、ほんとほんと、だから陸上系の足の速さなんだよ。あー、なった瞬間に反射的に行くっていう。そうそうか、そうか、だから運動会で使うようなピストルを持っとかない。まあ、空砲というか空砲と、まあ、空砲じゃダメだけど な、そういうことだ。からそういう足なんだよ。でも走り出したらめちゃくちゃ速いと思う。でもいわゆる陸上選手にの特徴ってことですね。そう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 、やってた選手の。あ、で磯畑は、はい、盗塁のスタートはね弱いまだ、うん、でも中間層から伸びていく、うん、これはやっぱ脚力っていうか足の力だろうね、はい、それと走塁がうまい。走塁が、うん、あのね、杉谷のヒットで、はい、セカンドからサードベースを回って帰ってくるときに最短距離って分かる、ベースを回るときの、はい、うんうん、足の速いやつって意外とそのなんていうの、そのスピードに任せてサードをこう膨らむんだよ、はい、あれね、最短距離を回ってきたから、うわーと思って、はい、そういうやつあんまり見ないんだよ、足の速い選手で。だいたい膨らんじゃうんですね、うん、こうやって見たときに、あ、こいつは走塁知ってんなと思った、うん、例えば、はい、ベース一周誰が一番速いと思う。ベース一周ですか。この4人で競争したときに、じゃあ最後並木選手ですよ、磯畑選手、うん、磯畑選手、そう、最短距離で、最短距離で来る。あ、で次は2番は和田選手。あ、俺は周東だと思う。周東選手ですね。周東はやっぱりね、走塁のこの回り方をよく知ってる。彼もこう膨らまないっていうこと。膨らまない。あ、でも磯畑の方がやっぱ最短で小柄だし、はい、バーンと切れる、そのベースを蹴るときに、はい、3番、じゃあ3番が和田選手。お、和田、うん、で最後が並木選手。並木だよな、はい、これを、うん、じゃあ、うん、それはベース一周だよな、はい、100メートルにしたら誰が一番速いと思う。でもそれはサニブラウンに勝って勝った男ですから並木選手。そう、うん、面白いだろ、うん、100メートル走らせたら、はい、ね、おそらく並木が速い、はい、でもベース一周だったら俺はね磯畑が速い。あ、確かに直線だけを走って向かうのと、うん、回るの、いや、もうぐるぐる回っとかなきゃいけないんだから大体27メートルちょっとでもうコーナーだからコーナーずっとコーナーですよね。そしたらそう、だからそうやって見てるとすごく面白いよな。面白いですね。だから技術を身につけると、はい、やっぱりみんなそうなるっていうことだよね。だから、うん、特別です。直線が速いだけじゃダメなんだよ、野球って、はい、だからそういう見方をしながらこういった選手を出てきた時に見ると面白い。そうですね。それぞれの、じゃあ盗塁はこのどの選手がうまいのか。まあ盗塁はシュートがやっぱりうまいだろうな。そうですね。でホームに三塁に行ってのホームはじゃあ和田選手。和田のサードが一番いいね。コーナリングだったら磯畑。磯畑。本当面白い。直線だったら並木。使えねえじゃねえかって思うけど。一塁に駆け抜けるのは並木選手は。駆け抜けるのはやっぱね磯畑が早いと思う。それでも磯畑選手なの、うん、じゃあ結局やっぱ磯畑選手がこれはキングってことになる。いや、これはね、まあでもいろんな総合をすると平均こう取っていったりとかいろんな分野でこう見ていくと、はい、やっぱまだシュートが上だ。あ、経験ですか。それ経験だな。あ、うん、いろんな経験といろんなこう回数が多いじゃない、はい、シュートは、うん、でこれが慣れていくとやっぱ磯畑だったり並木が抜いていくな。おー、楽しみですね。いや、そのぐらい早いよ。見ていて楽しいもん。あ、そうですよね、うん、例えばピッチャーのクイックが 1.2 とか、はい、でキャッチャーが取ってから投げるのが 1.9 とか、はい、うん、で足したら 3.1 かなんかある、はい、3.1。
3.1 では磯端させないって言うの。もっとついてる。いやだからどうすればいいんですか。ベンチでさ、コーチがストップウォッチ持ってるんだよ。だいたい測ってるんだよ。ピッチャーのクイックとか、ね、でキャッチャーが投げる、タイムとか取ってるんだよ、あ、それでいけると思って盗塁のサインを出すわけね、全部スタートだから、え、大丈夫大丈夫、タイム的にさせなくなっちゃった、上回っちゃった。だからクイックを0点秒台にしなきゃいけない。どんなクイックになるんですか。だから0点秒のクイックを使ってたやつがいるんだよ。誰ですか。久保。阪神から、まあ、最後 DeNA だったけど、めちゃくちゃクイックだね。そんな。いや、そのぐらいを使わないと、それでキャッチャーも時間かけずに投げないとさせないっていうことになってきてる。いやだからピッチャーが久保投手でクイックで、受ける方は例えば回避か。あ、そうだね。そしたら投球出さないよ。あ、もう出さないですかね。まあでも、まあ、ランキングとすれば、中東が一番走塁的にはうまいけど、100メートルは並木、ベース一周は磯端、まあそういう風に なってるけど、俺は見た感じで喋ってるけどね、だけど、まあ、球場行った時にね、まあ、その4人にちょっと注目してほしいなと。そうですね、